マウリシオ将軍フアは、ブラジルの男性総合格闘家、パラナ州クリチバ出身、ユニバーシダでダルタ所属、元 UFC 世界ライトヘビー級王者、プライドグランプリ2005優勝、卓越したムエタイ技術とシュートボクセアカデミー仕込みの強烈なラッシュ力、無人像のスタミナで休むことなく攻め続ける。さらに関節技も得意としている。 倒れた相手の顔面を踏みつける必殺技を持ち、踏みつけ対象群の異名を持つ。しかし、UFC では踏みつけ等のサッカーボールキックが禁止されているため、将軍が試合で踏みつけを用いていたのは UFC3 戦前のみである。実刑に総合格闘家の無理色忍者がいる。2位無理色忍者の影響で6歳からブラジリアン柔術、7歳からムエタ体を始めた。 プロ格闘家になる前は、ファッション誌やファッションショーのモデルもしていた。2002年に、ブラジルの総合格闘技大会メカワールドベール、トゥードで、グレーシーバッハのカポエラを相手にプロデビュー。右ハイキックで小勝ち。同大会では3連勝し、エヴァンゲリスタサイボーグに打撃で追い込まれるも逆転庫で勝利している。川崎孝一のブッキングにより2003年9月6日には、 出場予定であった、ショージアキ明の代役で、IFC 世界ライトヘビー級王座、決定トーナメントに出場、1回戦の対戦相手の予定は、パウロ・フィリオだったが、フィリオが大会に現れず、代打で出場した、世界充術選手権覇者のエリック・バンダレーに、立ち技でも寝技でも、果敢に攻め勝利する。準決勝では優勝したレナート・ババルに敗れ、キャリア初黒星を喫した。 2003年10月5日、先に日本で活躍していた2位無理色忍者に続いて、プライドデビューし、プライド武士道で、ショージアキ明と対戦。ベテラン工事の寝技に持ち込まれるシーンもあったものの、最後は得意の打撃で押し切り TKO 勝ち。工事戦を含めて、日本人4連戦を全勝し、日本人キラーぶりを発揮。2005年4月23日。 プライドグランプリ2005開幕戦のミドル級、グランプリ1回戦で前回準優勝のクイントン、ランページ・ジャクソンと対戦。膝蹴りで、ジャクソンの肋骨骨折に追い込み、さらにモーダを浴びせ TKO 勝ち。兄の忍者に判定勝ちしていたジャクソンにリベンジした。2005年6月26日のプライドグランプリ2005セカンドラウンドのミドル級、グランプリ2回戦で、アントニオ・ホジェリオのゲーラと対戦。 得意の踏みつけをホジェリオの長い足で阻止され、スタンドでも劣勢に立たされるも、テイクダウンと強烈なパウンドを駆使して判定勝ち。お互いの棚上げ曲が発揮され、激闘となったこの試合は、同年のプライドオフィシャルウェブサイトの年間、ベストバウト投票にて3位に選ばれた。2005年8月28日、プライドグランプリ2005決勝戦のミドル級グランプリ。 準決勝で、アリスター・オーフレームを一子子勝ちで制し、決勝では兄弟・シバンダ・レーシューバーを破った、ヒカルド・アローナと対戦。1R2 分53秒踏みつけからのパウンドで小勝ち。23歳で、プライド・ミドル級グランプリ優勝を果たした。このヒカルド・アローナ戦が評価され、2位のシェンブリから、ブラジリアン柔術の黒帯を授与されている。2006年2月27日、プライド。 31でマーク・コールマンと対戦、タックルを受けた際に受け身を取り損ね、右ーじを脱球し49秒で TKO 負けを喫した。2006年9月10日、プライド無差別級グランプリ2006決勝戦でザスネークと対戦し、スタンドでは長いリーチに苦しめられるが、グラウンドでの踏みつけで TKO 勝ち。2006年10月21日、 プライド初の海外開催となった、プライド32で、ケビン・ランデルーマンと対戦。テイクダウンを奪われるも、粘り強く足関節を狙い、膝十字固めで一本勝ち。2007年2月24日、プライド33で、アリスター・オーフレームと再戦。猪木あり状態からのパウンドで失神 TKO 勝ち。2007年9月12日、理学療法士の女性と結婚。 2007年9月22日、UFC 初参戦となった UFC76 でホレストグリフィンと対戦し、序盤は試合を優位に進めるも、徐々に失速。3R 終了間際にチョークスリーパーで一本負けを喫した。2007年10月3日、UFC76 以前の練習で断裂していた、左膝前十字人体の手術を行った。2007年12月、 シュートボクセアカデミーを離脱し、無理色忍者、アンドレ・ジダラと共に、新チーム、ユニバーシュダデダルタを結成した。2008年6月7日の UFC85 で、チャック・リデルとの対戦が予定されていたが、手術した左膝前十字人体を再び痛めてしまい再手術を受け、欠場となった。2009年1月17日、1年4ヶ月ぶりの復帰戦となった。 UFC93 でマーク・コールマンと再戦し、パンチラッシュで TKO 勝ちを収め、プライド時代のリベンジを果たすとともにファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。しかし、前世紀を過ぎた、コールマン相手にテイクダウンを奪われ、スタミナ切れを起こした末の勝利とあって、ファンや専門家から批判されることとなった。二千九年四月十八日、u f c 十七でチャック・リデルと対戦し、 パウンドで TKO 勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2009年10月24日、UFC104 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者両と町田に挑戦し、3者とも47から48という僅差の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ファイトオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2010年5月8日。 UFC113 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで両と町田と再戦し、右クロスカウンターでダウンを奪い、追撃のパウンドで 1RKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2010年6月、町田戦で痛めた膝の手術を行った。世界王座陥落2011年3月19日。 UFC128 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで挑戦者、ジョン・ジョーンズと対戦。スタンド、グラウンドともにほぼ何もできないまま、ボディーブローからの膝蹴りで三四個負けを喫し、王座から陥落した。2011年8月27日、UFC134 で、ホレスト・グリフィンと4年ぶりに再戦し、小勝ちを収めるベンジに成功した。 2011年11月19日、UFC139 で、ダンヘンダーソンと対戦。5R にわたる死闘を繰り広げた末に0から3の、判定負け。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年8月17日、UFC ファイト・ナイト、将軍 VS、ゾンレンで、JL ソネンと対戦。グラウンドで圧倒され、1R 終了間際にギロチンチョークで1本負け。 2013年12月6日、UFC ファイトナイト、ハント VS、ビッグフットで、ジェームス・テフナと対戦し、左フックで小勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2014年3月23日、UFC ファイトナイト、将軍 VS、ヘンダーソン2で、ライトヘビー級ランキング8位のダン・ヘンダーソンと、再戦し、パウンドで TK を負け、ファイトオブザナイトを受賞した。 2014年11月8日、UFC ファイトナイト、将軍 VS、ストリート、プルーで、ライトヘビー級ランキング10位のオビンス・サンプルーと対戦し、パウンドで 1RKO 負け。2015年8月1日、UFC190 で、ライトヘビー級ランキング11位のアントニオ・ホジェリオ、ノゲーラと再戦し、3から0の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2016年5月14日、UFC198 で、ライトヘビー級ランキング12位のコーリー・アンダーソンと対戦し、2から1の判定勝ち。2017年3月11日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ガストラムで、ライトヘビー級ランキング12位のジャン・ビランテと対戦し、パンチレンダーで TKO 勝ち。2018年7月22日、 1> 約1年4ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト将軍 VS スミスでアンソニー・スミスと対戦し肘打ちからの左フックで 1RKO を負け2018年12月2日 UFC ファイトナイトドス・サントス VS トイバスサでライトヘビー級ランキング14位のタイソン・ペドロと対戦し TKO を勝ちパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した 2020年11月21日 UFC255 でライトヘビー級ランキング15位のポール・クレイグと再戦しパウンドで西小負け。試合後 UFC 代表のダナホワイトから引退勧告を受けた。ありがとうございます。